宮崎県に怪物がいる。大学時代3方向に大きく変化する変化球を武器に、数々の打者を三振に抑えた生きる伝説と呼ばれる投手がいた。その名も住友。スタミナがないためリリーフでの登板だったが、彼が出てきた瞬間絶望。相手の打者のバットは空を切り、住友の目の前から散っていった。そんな住友に多くのスカウトが注目し、ドラフト会議当日、なんと3球団競合の末ヤクルトスワローズが彼を獲得。夢にまで見たプロ野球。ここからどんな人生が始まるのか。めちゃくちゃ楽しみだぜ。そんな住友だったが、ドラフト指名を受けて1ヶ月後、居眠り運転をしていた車にはねられ意識不明の重体。車の速度も非常に速く、人間が当たれば確実に即死レベル。そんな住友は病院に運ばれた。あれ、俺って確か街を歩いていたはず。なんだこの場所。彼は周りが何も見えない暗闇の中に立っていた。おい、あれ、誘拐でもされたかな。なんだ。ほう、そなたが今回死んだ人物か。若いのに気の毒じゃな。は、死んだ？何言ってんだあんた。お前は交通事故によって死んだんじゃよ。信じられないと思うがな。マジかよ。確かに現実っぽくない変な場所にいると思ったけど。ってことはこれから天国とか地獄とかに行くのか？いや、お主はここで死ぬのはもったいない。なので生き返らせてやる。本当か。ただしそなたがプロ野球を引退した瞬間、その命は尽きる。どうしてもプロ野球をやりたいのならこの道を与えてやってもいいぞ。誰だか知らないけどわかったよ。プロ野球を引退するまで全力で生きてやる。こんなところで終われないからな。そういった瞬間、まるで夢から覚めたように起き上がる。どうやら病院のベッドで寝ていたらしい。なんか変な夢だったな。車に轢かれたのは本当みたいだけど生き返るなんて意味不明だしな。ちょっといろいろ考えすぎなのかもしれないな。そして住友はすぐに退院しヤクルトのキャンプに向かう。幸い怪我もほとんどなく無事スタートを切れそうだ。伝説を残してやるぜ。今回はそんな巨体の天才住友のプロ野球人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回は住友のプロ野球人生になります。中継ぎで大学野球では数々の打者を抑えた生きる伝説。車に轢かれ死んで生き返るという謎の夢を見てしまった。だがあれは夢。住友はそんなことすでに覚えてなどいなかった。よし、頑張るぞ。ということで1年目。1年目から防御率 1.95、18ホールドポイント、奪三振64と優秀な成績を記録。内角が得意で伸びのあるストレート。さらに大きく変化する3方向の変化球で相手打者を抑える。これはプロでも十分通用するレベル。これにより住友の知名度は一気に上がった。よし、来年もこの調子で行こう。そんな彼の目の前に夢で見た謎の老人が再び現れる。住友、体の調子はどうじゃ。うわ、なんだこのおっさん。お主は本来交通事故で死んだんじゃが、わしが慈悲の心で生き返らせてやった。引退した時にその魂は滅びる。野球人生を楽しむんじゃぞ。ってことはあの夢は現実だったのか。それじゃあさらばじゃ。そう言って謎の老人は消えた。おそらく自分が交通事故で死亡したのは本当。きっと引退した時に自分の魂は消える。なんとなく思い出した。あの速度の車に轢かれてほぼ無傷でいるわけない。やっぱり俺はあの時死んだんだ。これはきっと神によって与えられた命。長生きしたければプロ野球選手で居続けなければならないということだ。なら生き残り続けてやる。後悔だけは絶対にしないぞ。続く2年目。今年は防御率 3.07、6勝3敗、奪三振53を記録。ランナーがいると集中できない性格がたまに傷だが、しっかりとリリーフの仕事をこなす。しかし自分が死亡してしまうという事実を聞いて動揺したのか前年より成績は低下。来年は再び防御率1点台を目指さねばならないようだ。でも実感湧かないなぁ。引退までの命とか言われてもあとどれくらいなのかよくわからないし。今は野球ができてるからいいかな。そんな住友にある人物が声をかける。よう、相変わらずえげつねえピッチングだな住友。その人物は西山。住友の同期で大学時代対戦もしたことのある選手だ。ちょっと考え事があってね。そうか。まあ何かあったら相談しろよ。飯行こうぜ。誰か一人にこの事実を話したい。こいつになら話していいかなと思った。続く3年目。今年は防御率2点台、奪三振70を記録し年俸アップの5400万。
最高球速とスタミナを上げさらなる実力アップを果たしさらなる技術を身につけた。そんな住友の実力をもったいないと感じた首脳陣は先発転向の話を彼にするのだが。ああ。でももうちょっとスタミナつけてからですかね。その時お願いします。正直先発ではなく中継ぎで少しでも長く人生を過ごそうと思っている。本能で行きたいという気持ちが前面に出ているのかもしれない。引退後の人生があるなら挑戦していたかもな。でも引退後俺はもういない。やっぱりこの選択をしちゃうよな。続く4年目。今年は防御率 2.45、奪三振70を記録し年俸アップの5600万。コントロール、スタミナともに磨きがかかりさらなる実力アップを果たす。さすが住友。2年目に多くのチームに対策されてしまい成績が落ちたが、さらに成長し続ける住友のボールを簡単に捉えることはできない。対策したならその対策を破るまで、全然余裕だな。今プロ野球が最も楽しい瞬間、自分が死ぬことなど忘れている。来年の目標は防御率1点台。A クラス維持するためにも頑張るぞ。続く5年目。防御率 3.08、奪三振70を記録し年俸アップの6600万。若干成績は下がったが奪三振数も変わらず優秀な成績。そろそろ変化球を強化しさらなる高みを目指したいと考えていた。よう住友、プロ5年目までなんとか生き残れたよな。あと何年生き残れるか正直不安だよな。お前引退後どうするか考えてる。ああ、引退後か。その質問に対して住友から本音が漏れた。死にたくない。え、あ、いやなんでもない、引退後か。どうするかな。何かを察した西山。住友は隠し事がある。死にたくない、とっさにあんな言葉出てくるか。続く6年目。防御率 2.06、奪三振55を記録。惜しくも目標の1点台に届かず悔しい結果で終わってしまった。その結果年俸ダウンの4100万。正直なぜ下げられたのかよくわからない状況。年俸が下がった瞬間自由契約の文字がよぎる。でも防御率 2.06。全然活躍してる方だから大丈夫だろ。首脳陣もチームメイトも頼りにしているという言葉をかけている。だが西山は彼の行動に対して疑問を持っていた。やっぱりおかしい。妙に焦っている感じがする。タイミングが合えば聞いてみよう。続く7年目。再び防御率2点台を記録し奪三振69を記録。投球技術も若干上がりいつも通りの成績をキープ。今年も住友半端なかった。あいつに頼んでよかったなど。今年も変わらず3の評価が上回っている。そんな住友に対して西山はあることを質問した。おい、お前何か隠していることあるか？え、2年前死にたくないとか。成績が悪くないのにめちゃくちゃ焦っている。何かあるのか？話を聞いてくれるか？住友は西山に自分が死亡し蘇ったこと、プロを引退すると死亡することを伝えた。そうか。正直信じられない出来事だが、その間にお前がこの世界に何を残したいのかを考えればいいんじゃないか。何を残したいか？お前は引退後この世にいない。そんなお前がプロ野球人生の中でやりたいことは何だ？なぜやっているんだ？何かを残したいんじゃないか？何かを残す？何を残すのか？成績か、子供か、自分の名声か。正直そんなこと考えたことはなかった。死ぬ運命に怯えすぎていたんだ。わかった。考えてみるよ。続く8年目。残念ながら防御率 3.63、奪三振71を記録し年俸キープの4400万。さらに実力を上げるも防御率 3.63 という苦しい成績。何かに迷っているのか、という本能が働いているのかもしれない。住友は今年1年間自分が残したいものは何なのかを考え続けたが、残念ながら答えは見つからず、気晴らしに少年野球を見る機会が多くなっていった。練習時間以外少年野球を見ているけど、あの頃みたいに楽しく野球できてるのかな？あの頃ってどんな考えで野球してたっけ？考えている間にも時間は迫ってきている。ここから住友は自問自答し続けながらプロ野球を続けることになるだろう。続く9年目。防御率 3.31、奪三振72を記録し年俸アップの6800万。最高球速が1キロ下がりさらに不安が出てきた住友。成績も3点台になり若干心に穴が開いたように思える。2点台の成績を残すことがどれだけ大変かがわかるな。このままじゃ目標の1点台も夢のまた夢だ。そんな住友は今年開催された少年とプロ野球選手の交流会で、気になる少年に出会った。
その少年は東で、どうやら他の子より体格が小さく野球が苦手なようだ。やあ少年、せっかくの交流会だ。キャッチボールでもしないか。聞きたいことがあるんですけどいいですか？なんだい。住友選手はどうしてあんなにすごいピッチングができるんですか？どんなトレーニングをしてるんですか？お、いいね。教えてあげるよ。住友は少年とキャッチボールしながら自分のことを語った。すげえ、成績のことはよくわかんないけど、高校から大学までずっと活躍してたんだね。そうだ、すげえだろ。俺住友選手みたいな投手になる、多分一緒にプレイすることはできないかもだけど、引退したら俺がプロで活躍する姿見てください。ああ。住友はこの時思った。自分のプレイを見て喜んでくれる人たちがいる。そのためにプロ野球人生を全うしたい。絶対にプロになれよ。君の活躍。絶対に見るからな。うん。続く10年目。防御率 3.01、奪三振66を記録し年俸ダウンの5700万。今年も3点台という成績で終わり1点台というのは遠い状況。それでも子供たちが見てくれていると思うとそれだけでやる気が出る。来年こそはせめて2点台を記録しチームにも貢献しようと心に決めた。お、住友。なんかお前顔が変わったな。今までみたいに怯えている表情じゃないぞ。そうか、やっぱりわかる。ああ、死ぬことなんて考えるな。そんなこと考えてもつまんねえだろ。その通りだと思い住友は来年を迎える。目指すは1点台だ。続く11年目。能力の成長は見られないものの防御率 2.84、奪三振74を記録。相変わらずランナーがいる状況が苦手なようだが、中継ぎの仕事をしっかりとこなしチームに貢献。できればヤクルトの打者に頑張ってほしいところ。3割打者が1人しかいないというのは非常に苦しい。なんとか打者にも頑張ってほしいところだ。村上さんも年齢を重ねてるし、このままだと A クラスに行くのなんて夢のまた夢。一度も優勝を経験できず死ねないぞ。そんな住友にあの日出会った東出少年からファンレターが届く。内容は住友選手に憧れていること、そしてついに小学校の野球チームでレギュラーになれたことが手紙に書かれていた。そうか、ついにレギュラーになれたのか。よければ応援に来てほしいとのこと。時間が空いた時行ってみるか。続く12年目。防御率 2.43、奪三振59を記録し年俸キープの5700万。衰退期が訪れこれから劣化していく住友、自分の命も刻一刻と迫っていることが伝わる。西山が言っていた残したいものというのは自分の活躍した記録なのか、それとも形に残すものなのか考え続けていたが、自分がプロで活躍していた記録だけあればいい。住友はそう思っていた。そんな住友は東出少年が試合に出ることを思い出し、ふと観戦に出かけた。バレたら大変だから変装してよう。そんな東出少年は外野を守っており守備はそこそこ良かったが、打撃は全打席凡退。悔しい結果に終わってしまった。そううまくいかないか。この悔しさをバネにどこまで頑張れるかだな。住友は少年がファンレターに書いた住所に試合の感想を手紙で送った。手紙とか久しぶりに書いたな。まさかこんなアナログなことをするとはな。続く13年目。まさかの防御率 4.11 で終了。奪三振55を記録し年俸キープの5700万。チームの順位とともに成績も下がり徐々に苦しくなってくる住友。これ以上成績が下がってしまえば二軍降格になる可能性もある。これは目標の防御率1点台どころじゃない。なんとかしないと。徐々に焦りが出てくる住友。防御率は先発投手より悪い状態だ。このままじゃ消えてしまう。消えちゃう。大丈夫だ住友、来年結果を残せれば問題ない。自信持て。死の恐怖は何よりも大きい。いざその場面に直面すると思うと住友も震えが止まらない。住友選手、なんかピッチングがいつもと違ったな。そんな状態だったが続く14年目。なんと防御率 1.81 を記録。なんと目標を達成した住友。前年の不調からここまで這い上がり大活躍の結果で今シーズンを終えた。能力も徐々に下がりつつあるが彼なりの熱意、生にしがみつく気持ちが彼を突き動かしたのだろう。諦めなければできる。しがみついてやるぜ。ホールドポイントをほとんど稼げない点に対し首脳陣に批判が寄せられているが、住友にとって今必要なのは年数。あと何年生き残れるかというところだ。そしてオフシーズン、偶然ばったりと東出少年と出会う。住友選手、お久しぶりです。もしかして東出くんか。
大きくなったなぁ。覚えてくれたんですね。あと少年野球見に来てくれてありがとうございます。声かけてくれればよかったのに。ああと言ってもバレちゃったらいろいろ面倒だから、お詫びに練習見てあげるよ。本当ですか、ありがとうございます。東で少年と連絡先を交換、せっかくだし弟子みたいな存在もいいかと思った。後輩に指導してもスタメンの座を奪われかねない。少年に教えるのが一番だな。続く15年目、防御率 2.40、 奪三振52を記録し年俸キープの7900万。さすがに1点台とはいかなかったが、中継ぎの仕事を全うすることはできた。チームの順位も高く投手は悪くないのだが、野手の成績はいまいちと言わざるを得ない状態。補強しないとダメなのに。フロントは何やってるんだ。優勝を一度も経験できない住友、正直ヤバいと焦っている。優勝ですか、確かに一度は経験したいですよね。そうなんだけどなぁ。じゃあ俺が将来チームに入って優勝見せてあげますよ。その言い方だとお前来るまで優勝がないんだが。はい、そんなこと現実に起こらなければいいのだが。続く16年目、防御率 2.20、 奪三振46を記録、前年とほぼ変わらない成績を残し活躍し続ける男。37歳になっても全く衰えない実力で好成績を残せた。そして今シーズンで西山が引退、住友は彼に花束を渡した。ありがとな、お前も引退するまで頑張ってくれ。お前のことを知ってるのは俺だけ。何かあったら相談してこいよ。ああ。正直彼がいなくなるのは寂しい。そして自分の引退もそろそろ来るのかという恐怖も芽生えてきた。まだ死にたくない。絶対に。続く17年目。防御率 1.91、奪三振30を記録し年俸ダウンの5200万。さらに能力は下がり出番は大幅に減るも素晴らしい成績でチームに貢献。首脳陣から住友はまだまだいける。世代交代の話は先延ばしとなったようだ。俺はプロ野球に何かを残せたのか、ファンたちを満足させられたのか。そんな疑問が残る中、今年高校進学した弟子の東出に連絡。住友さんですか、行事主練お休みでしたよね。東出、お前絶対プロ野球選手になれよ。お前と共にプレイ、戦える時まで俺は待っている。お前のプレイを俺に見せてくれ。見せてって、引退後見れるじゃないですか。いいから、約束だぞ。住友は急に東出のプロ野球での姿を見たくなった。それは自分が指導した証を残し、彼の活躍を心の底から見たかったのかもしれない。それまで俺は持ちこたえる。あと3年、絶対に生き残る。続く18年目、防御率 2.57、 奪三振39を記録、フォークの変化量も大幅に下がり苦しい状態は続いているが、まだまだ前線で活躍し続けるリリーフ、劣化はしているはずなのになぜこれだけの実力があるのか、どういうピッチングを考えているのか、などたくさんの取材陣からの質問を受けることになった。そんな質問に対して住友が言う答えは一つ。死に物狂いになることです。これは彼を象徴する言葉。運命の日は近づいている。続く19年目。なんと、防御率 1.54 を記録しついにリーグ優勝を果たす。内角のストライクゾーンギリギリに投げ込まれるボールを打者は打てずに空振り。衰えながらも進化する男、住友は40手前にしてさらなる進化を遂げた。さらに、お待たせしました住友さん、共にプレイしましょう。本当にプロになりやがった。やるな東出。ついに後輩の東出が入団、来年ついに一緒にプレイすることができる。よろしくお願いします住友さん、僕にも優勝を経験させてください。自分の教えたことを実践してくれる後輩ができた。これは住友にとって自分の存在をこの世に残したということになる。あいつとプレイできればもう後悔はない。続く20年目、防御率 2.96、 奪三振29を記録し年俸ダウンの3500万。40歳になりさらに能力は衰えるもまだまだ活躍し続ける住友。彼は弟子の東出と共にプレイできたことでプロ野球人生に満足していた。ありがとう東出、お前がプロの世界に来てくれてよかった。もう20年間もプレイできたんだ、悔いはない。住友さん。そして21年目、住友引退を表明。最後は防御率 2.91、 奪三振22を記録し球界を去ることになった。まだまだやれそうだが年齢も年齢で後悔はない。俺は最高の人生を送れましたと語った。最高の人生、どういうことだ。住友は殿堂入りこそできなかったが、中継ぎとしての仕事を最後までこなした。
21年間前線で戦い続けた男。そんな男のプロ野球人生が終わりを告げた。住友、本当にお前はいなくなるのか？ああ、そうみたいだ。もう感覚もほとんどない。ここで本当に終わりみたいだな。東出に伝えるか、それと最後まで見送ろうか。いや、いいや。あいつには伝えないでくれ。あと俺も一人で行く。お前に迷惑かけられねえからな。そうか。じゃあな、親友。ふらふらの足で誰もいないロッカールームに向かい、ここを最後の死に場所に選んだ。本来ならあの時俺は死んでいた。だからここまで生きていられたのはラッキーだったんだ。あのじいさんにも感謝しないとだな。それと東出、お前は俺の誇り。最高の野球選手になれよ。そう言って東出は光の粒子のように消えていった。一つ一つ石が宿っているような粒、それは光と共に消えた。ちょっとトイレ行ってて着替えるの遅くなっちゃった。でこれは住友さんのグラブ。あの人忘れ物してるよ。大切なグラブなんだからしっかり持っておかないと。東出は住友のグラブを持って球場を後にした。このグラブは住友の生きた証。きっとこのグラブは再び装着される。彼が託したかった人物に。タイムリミット。自分の生きる期間が決まっている間、人間は何を思いどう行動するのか。それは正直わからなかった。でも自分がその立場になってよくわかった。多分人間は死ぬ際に生きた証を残したい。自分が未来に繋がるものをこの世界に残してみたいと思うのだろう。そんな俺が残したものは最高の後輩。俺のグローブを使うか使わないかはあいつ次第だ。だけど忘れないでほしい。憧れの存在という。最高の宝物を。